こんにちは、カワポンです。改めて僕の動画のセリフはすべて動画の解説欄に貼り付けていますので、時間がない方や音声を出しにくい状況の時はそちらもご活用ください。では本題です。今日は明治大学の文系の学部な偏差値のご紹介をします。河合塾の2023年の1月の情報になります。河合塾の偏差値は 2.5 刻みになります。今回は個別学部入試の数字になります。明治大学では偏差値が65以上のところはありませんでした。ちなみに立教大学では異文化コミュニケーション学部や経営学部などが偏差値65以上に該当します。これだけを見れば立教大学の方が難易度が高そうですが、そうとも限りません。立教大学の個別学部入試は基本的に英語の独自入試はありません。外部検定などのスコアで判定されます。よって立教大学の偏差値は英語を除外した2教科で算出されている可能性がありますので、高めに出ているのはそれが原因かと思われます。それを踏まえて明治大学の偏差値を見ると、全ての偏差値が 62.5 か60に該当しています。よって偏差値だけで判断すれば飛び抜けて高いところ、または飛び抜けて低いところは存在しないことになります。もう少し解説したいのですが、少し明日の朝が早いためここで切り上げさせていただきます。今日は以上になります。ありがとうございました。